温地駅は大阪府八尾市温地中町一丁目にある近畿日本鉄道大阪線の駅である。駅番号は D14。大阪府による広域道路の整備に伴い、大阪外環状線と交差する大阪線の当駅前後の区間は1970年に高架化された。相対式2面2線のホームを持つ高架駅。エレベーターが各乗り場にある。 改札口は1カ所のみで、地平に設けられている。ホームは2階で、有効庁は6両。トイレは改札内にあり、男女別の推薦式。近鉄やお駅管理の友人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び、自動生産機が設置されている。2018年11月13日における1日、乗降人員は5316人である。近年における1日乗降。 乗車人員は以下の通り。近畿日本鉄道株式会社近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道2010年12月307ページ。全国書誌番号2190万6373。ABCD 曽根悟る週刊歴史で巡る鉄道全路線大手私鉄2号近畿日本鉄道1朝日新聞出版。 週刊朝日百科2010年8月22日18から23ページ ISBN 978から4から02から34132から7平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 h t t p w w w k i n t e t s u j p n e w s f i l e s i c c a r t 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月7日閲覧。駅別乗降人員大阪線、近畿日本鉄道八尾市統計所、大阪府統計年間大阪府統計年間。 大阪不時計年間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 大阪年間大阪年間大阪年間ありがとうございます。